に簡単な曲をこういうタイプの曲をどういうふうにしていくかっていうのはね、もう本当に悩みどころだと思うんですけど、我々クラスは弾くには弾けちゃうし、指導するにおいてもこれでどんだけ差をつけるかっていうのはものすごくこれから考えるところで、でもここを制すると導入から初級のところは自分たちがこれを勉強することになるんですね。指導者がね、これ弾くだけだったら大したことないです。ただしこの背景にあるもの、これを音楽にしていくんだっていうところを考えていく作業にこっちを入れてもらいたいってことあるので、まず一回音出しましょう。どうぞ。トン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 。審査員の立場、これで終わっちゃうんですよ。で点数つけて何かコメント書くんですよ僕ら。どう、あの自分はどこを聞くか、見るか聞くか、審査員の立場、それから指導の立場分けてるからいいですね。審査員の立場だと、僕たちだったらやっぱりね、テンポ設定っていうのは非常に左右するだろうな。ゆっくり弾くんだったらこうやって弾いてほしい、早く弾くんだったらここでここまででよろしいっていうのは結構出てきますね。一つ言えるのはね、遅く弾いたら細かな表現しろってなんですまあ演出でもいいや、これ全て言えます。早かったら、言い方ちょっと分かんないけど、流れ重視ですかね。ゆっくりやると一歩一歩がそれこそ一歩一歩になりますから、とか早くなると、一歩一歩ではなくなるの。トン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 とかで、例えば4拍子だと脅迫点が明確になってくる。それがゆっくりになると一つ一つがこうなってきますから、同じ4拍子でも相当この辺の脅迫点、弱迫点のあれが埋まってくるかな。そういうのあるんで、だからあんまり遅く弾くと4拍子感が出なくなる、うん、早く弾くと今度は音楽としてのあれが慌てたように弾こうでね、僕思うんですけどね、テンポ設定にはね、その曲が要求している流れの上限と下限があると思う。僕らは何も言わなくても音符が語るテンポの上限と下限があるっていうのは感じます。でその元になるのが、歌ったらどこまで一息かってことです。ネクタイ締めてお馬にノーリーだって何なんだろうこれ、ウォーリーを探せみたいな。それで今ほら皆さんが言ったこの連打がね、指導本当難しいよねと、とじゃあ考えるんですよ。じゃあ連打を上手にさせるのか、連打は下手でもいいのかですよ。でこれネクタイって言ったら、これもしこれに合わせるとネクタイって言ったら、これネックは絶対にネックだからね。タイはネクタイ。僕たちってね、必ずねこういうのをやると言葉の通り、あのアーティキュレーションつけるのが当たり前だと思うんですけど、どうですか。だからネクタイだったら自分で頭の中でネクタイ締めてると思ってるんですよ。でネクタイって言わないのね、ネクタイって一つだから。ノーリーって言ったらさ、おかしいからノリですから、ノーリーですから抜くよね。羽根つきか、羽根つきじゃないや羽根つきだから、羽根つき帽子でいい気分で、これはたまたまこの歌詞つけてるだけですよ。だからそうなると、これたったメロディーしかなかった時に、メロディーだけで音楽に表現するとしたら、アーティキュレーション全部トッ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 トってやると一番台が少ないかもしれない。だからこれはアーティキュレーションを自由に変えたくなるんですけど、僕はですよ。でそこで一緒に考えなきゃいけないのはテンポ設定です。だから遅く弾くなら細かな演出しろってことです、アーティキュレーションで。で早く弾くんだったらば流れ重視ですから、ほとんど同じ方がいいんですよ。すると早くなると、例えばまったりにするとどうしようもないから、今度抑揚つける、抑揚つかの音楽的に、例えばですね、これ
やると一つの早いテンポでこの起伏つけて、で歯切れよく明るく、あとは試験官の立場だったら優劣はその時の自分の印象だけですよ。でもどっちも良かったら、僕だったら同じ点数つける。こういう弾き方もあるよね、この弾き方もいいよね。指導者の立場だったら僕はこれをその子がどっちが好きかを聞く。どう弾きたいなんて聞いたって子供答えられませんから、どっちが好き、両方弾いたけどどっちがいいって、で子供が生き生きとした顔の方でこっちでやるか、こっちでやるか、じゃあそっちで行こう、じゃあもうその歌詞絶対それで行こうなっつって、例えばゆっくり弾く子だったら、じゃあこのせっかくこの歌詞あるからさ、ネクタイだってお馬だって羽根つきだってイエーイっつって、それで教えないと子供は乗ってこない。うん、これは今みたいにテンポ、それから連打、それからアーティキュレーションついて、こういうの見るとこんだけのことができるってことですよね。